こんにちは、粟田洋介です。ご自身のことを自分は個性的なんだと知っている方もいらっしゃると思いますが、自分は個性的でも何でもないと思っている方もいらっしゃると思います。でも私は全ての人が個性的なんだと思っています。なぜなら人は一人一人違うんですから。私は世界には全く同じ人なんて一人もいないと思っていて、まあ似ている人はいるかもしれないし、まあ普通って分類されちゃう人もいらっしゃると思います。だとしても私は一人一人違うと思っています。そんなわけで今日はそういう個性の話と、絵を描いたりとか、まあ絵を描くことだけじゃないかもしれませんが、自分自身を見失ってしまう、個性がなんだかわかんなくなってしまう、まあそういうケースっていうのは何通りもあるのかもしれませんが、過去に私がアート表現をしようとしている時に自分を見失ってしまった、個性っていうのがなんだかわけがわかんなくなってしまってたことがあって、そうなってしまうのには今思いつく範囲では3つのパターンがあって、どうして自分を見失ってしまっているのだろう、どうして自分らしい表現ができなくなってしまっているんだろう、それどころかなんで自分は個性的じゃないと思ってるんだろう、そうなっている時に自分の個性を見つける、もしくは改めて個性を取り戻す、自分らしくなる、そして自分の個性っていうのを見つけ出し、もしくは思い出し、個性的な絵を描けるようになる、または再び描けるようになるヒントになるんじゃないかと思ったので、この話をします。よく個性的っていうと、ちょっと変わった人、ユニークな人、面白い人、変人なんかよくわかりませんけど、まあ一般にはそういう人のことを個性的っていうんじゃないかと思います。個性っていう言葉を辞書で調べたら、他人とは違ったその人特有の性質または性格、個人の特性、それから個体特有の性質と書いてありました。その人の特有の性質っていうことで、全く同じ人っていうのは存在しないわけですから、一人一人全ての人が個性を持っているということになります。一般的に普通の人っていうなんか一定のラインがあるんじゃないかと思うんですけど、そこから少しずれてる人、すごいずれてる人っていうのが一定数いて、そういう人は個性的って分類されると思うんですけど、その普通っていう風に分類されてる人たちも一人一人違くて、まあさっき言ったその人特有の性質とか性格、それだって立派な個性だと思います。そして何かを表現するのにその個性っていうのは役に立つと思います。少数派の個性的って言われてる人たちは、もうすでに自分が個性的だっていうのを知ってると思います。で、そうじゃない普通の人に分類された多くの人たちの中にも、ちょっと自分は変わってるっていう人もいらっしゃると思います。その人たちは自分の個性に気づいてるということになります。でも気づいてない人も、自分は普通だって思ってる人、そう思いたい人もいると思います。そう思いたい人は個性的だなんて思う必要ないし、それはそれでいいと思うんですけど、何かを表現したい、でも自分は普通なんだ、だからダメなんだと思っていたら大間違いで、人は一人一人違う、その自分っていうものを大切にしてほしいと私は思います。普通っていうのは最大の武器だと私は思います。今私が普通って言ったのは、多くの人と共感できる部分ということですね。具体的に言うと、私は猫の絵をたくさん描いています。そしてこの世の中には猫が好きな人がたくさんいます。それが普通っていうのかわかりませんが、それは多くの人たちと共感できるモチーフということになります。多くの人と共感するものが多いということは、表現をするという意味で多くの人にその表現が伝わりやすいという長所になります。そして私は猫が好きっていう以外にも、多くの人と共感する何かを持っていると思います。そして私はそれが何か知りたいです。まあそれはさておき普通であるっていうことは、より多くの人と共感できるということですから、より多くのことが人に伝わるっていうものすごい強い長所だと思います。でも普通じゃなくて人と違うことが何かあった方がインパクトがある、普通すぎてみんな同じじゃなんか強みがないっていう考え方もあると思います。まあ私は必ずしもそうじゃないと思ってはいますが、自分の個性を表現したい、個性的な作品が作りたいというのであれば、自分の個性、自分の特性っていうものを知る必要があるんじゃないかと思います。
そこでさっき言った3つのことなんですが、それは自分の個性に気づく方法となります。1つ目が、これでいいのか合ってるのかって悩むのをやめることです。私が美術の高等教育を受けてからというもの、私はこれでいいのかな、これで合ってるのかなって思う癖がついてしまいました。私はいつも絵なんか好きなように描けばいいって言ってるんですが、学校っていうのは学ぶ場所ですから、好きなように絵を描いてたんじゃいけないんです。それによって学生っていうのは学んだりとかスキルを向上させてったりするんですが、正しい答えと間違えた答えっていうのがあるので、私はこれでいいのかな、これで合ってるのかなって思う癖がついてしまいました。自分の個性で絵を描くってなった時に、自分が考え出した独自のスタイルとかっていうのが、これでいいのかな、これが芸術って呼べるのかなとか、答えを外から探しちゃうんですよね。学校っていうのは人から言われるものですから、そういう癖がついちゃってたんですが、もうそんなこと気にする必要はないんですよね。これでいいのかな、これで合ってるのかなって思ったってことは、答えが外にはない表現をしてるっていうことになります。それは自分独自の自分で考え出したことです。だから外に答えがないんです。自分の中に答えがあるんです。そしてそれが個性なんです。だからなんか間違えてるのかなって思った時に、答えが外にあることだったら何かを調べるとか人に聞くとか何か確認すればいいんですけど、アートっていうのは自分の内側を表現するものだと私は思ってるので、自分の内側のことが表現されちゃったら外側に確認のしようがないんですよね。まあテクニック的なことは別ですけど、内側の答えっていうのは自分の中にあるんです。だから自分で答えを決めちゃっていいんです。だからこれでいいのかなと心配になったことは、それは自分の個性である可能性がすごく高いと思いますので、これでいいんだと言ってそのまま突き進めばいいんじゃないかと思います。それを人に注意されたとしたら、もしかすると何か直しようがあったりとかするのかもしれませんが、本当にその指摘をしてきた人の答えが合ってるのかということをよく考えて、それは自分の個性じゃないのか、それで正しいんじゃないのかっていうのをもう一度考えて、まあその誰かが言ったアドバイスを取り入れるなり無視するなり、まあ一部だけちょっと取り入れるなり、自分自身で考えないと自分を見失って、個性っていうのもなんだかわかんなくなっちゃうんじゃないかと思います。でもそういうの迷ってる時っていうのは、自分で描いた作品すごい自分で気に入ってる時なんだと思います。自分を信じるか他人を信じるかの基準は、自分で作った作品を自分自身が気に入ってるかどうかですね。自分がすごくいいと思ってるんだけど、これでいいのかな、人はどう思うのかな、そういう風になった時は人がどう思うかなじゃなくて、自分がいいと思ったことを信じる、それが個性だと思います。なんかこれよくあることだと思うんですけど、自分で描いた作品をこんなの恥ずかしいって思うことです。その恥ずかしいっていうのは、もう見て自分でこんなの好きじゃないって言うんじゃなくて、自分はすごい気に入ってるんだけど、自分が考えたものですから、そんなの他にどこにもないなんか絵だったりとか表現方法だったりとか、まあ変な絵ですね。自分で変だと思ってなくても他の人から変だと思われちゃうんじゃないかな、そういう作品ですね。でもこれもさっきと同じで、答えは自分が気に入ってるかどうかだと思います。アートっていうのは恥ずかしいものなんです。なぜなら自分をさらけ出すことだからです。もう自分をさらけ出したものですから、無防備な心の部分ですね。だから恥ずかしいっていう気持ちでその心を守るんじゃないかと思います。恥ずかしいと思うってことは、それは本当に自分の内面が表現できてるっていうことなので、それは自分の個性っていうことになります。それは人と変わった少数派の人たちでも、多数派の普通っていう部類に入る人たちも同じだと思います。でもその心をさらけ出した作品っていうのは素晴らしい作品なんです。自分の個性なんです。そして自分の個性を出せる、さらけ出せるっていうことは本当に素晴らしいことなんです。だから人に何を言われたって傷つく必要なんて一つもないんです。なぜならそのさらけ出すっていう行為はものすごく強い行為なので、どんな言葉もその強さで跳ねのけられるはずなんです。そしてそれを悪く思う人もいれば、その内側をさらけ出したその作品っていうのを素晴らしいと思う人もいるんです。
自分の心をさらけ出したわけですから、そこに共感する人もいれば、そこに感銘を受ける人もいると思います。本当に自分の個性を出した作品っていうのを世界中すべての人に見せればいいと思う人が絶対にいるはずです。でもその作品がそういうふうに素晴らしいって思ってくださる人たちの目に留まるとは限りません。だからなかなか誰にも評価されなかったとしても自分がいいと思った場合はそれはいい作品なんです。だから恥ずかしがる必要なんてないと思います。これまで話したこれで合ってるのかな、これでいいのかなっていうのと、こんなの恥ずかしいっていうのはそれが個性的であるって気づきやすいことだと思います。でも自分のことって自分なんだからこれが普通じゃんって思っちゃう時って結構あると思うんですよね。だから自分の作った作品はなんだ別にこんなの普通じゃんって思っちゃう時もあるんじゃないかと思います。もっと個性的に描かなきゃなとかね、そういう感じですね。でも本当に自分の内面を表現したんであれば、人は一人一人違うわけですから、人と違うんですよね。だからそれは個性だと思います。でも多くの人が見て普通すぎるっていうことだったら、もしかしたらそれは普通なのかもしれません。だけどみんなに愛されてるんであればそれはそれでいいじゃないですか。でもどうしてもそれじゃ嫌だっていうんであれば、さっき言ったこんなの恥ずかしいっていうものを作ってみたらいいと思います。その恥ずかしいっていうのも何種類かあって、なんかこんなの自分じゃない恥ずかしいってなる時と、自分の恥ずかしい部分を見られて恥ずかしいって思う場合があると思います。こんなの自分じゃないっていうのは自分じゃないんだけど、自分だからこそ見られて恥ずかしいっていうことがありますよね。例えば服を脱いだ時に違う人の裸が出てくるわけじゃなくて、自分の裸なわけじゃないですか。まあ裸を見られて恥ずかしくない人もいますが、自分の体を見られて恥ずかしいってわけですよね。まあこれは体なんですけど、心もそうで、自分の内側、自分の裸の心を見られて恥ずかしい、それが個性の基準だと思います。まあ自分の内側でも恥ずかしい内側もあれば恥ずかしくない内側もあると思うんですけど、恥ずかしい内側も見せることによってもっと個性っていうのは濃く出てくるんじゃないかと思います。ただその内側っていうのを出すのも急に出しすぎてしまって心が折れちゃう場合もあるかもしれません。そんな場合に無理して全部さらけ出す必要はないと思います。ちょっとそれは辛すぎますよね。でも少しずつ出していけばそのうちすごい個性的な表現になってくるんじゃないかと思います。まあごちゃごちゃ言いましたが、今言ったことを簡単にまとめてみると、何か表現したものが自分自身は気に入ってるのに、なんかこれでいいのかなとか、こんなの恥ずかしいなと思った場合は、それが個性である場合が多いんじゃないかっていうことと、そういうふうに分かりやすい個性っていうのもあれば、自分自身のことだから、まあ変わっていようと普通だろうと、自分にとっては普通っていうこともあるから、自分が普通だと思うことでも、それは個性だっていうことですね。これで合ってるのかなとか、こんなの恥ずかしいっていうのは他人目線の考えです。個性を出すためには自分が作った作品を自分が気に入ってるってことですね。それは自分目線の判断なので、大切なのは自分の答えを信じるってことです。なぜならあなたは素晴らしいんですから。変わっているって言われる少数派の人も、普通って呼ばれる多数派の人も、個性っていうのは誰でも持っているものです。なのでその個性を見つける、気づく、伸ばす、形にする、そして開発して作品として表現すれば素晴らしいものができるんじゃないかと思います。私たち全ての人間が持つそれぞれの個性に自信を持って、アーティストならアート作品を作る。アーティストっていうのは仕事とか趣味とか遊びとかそういうこと関係なしに、アートを作る人すべてがアーティストだと私は思っています。最近うちの猫が動画に出てきてくれませんが、私は猫が大好きです。猫が大好きっていうことも私の個性の一つだと思います。ですが私のアートは猫を描くことだけではありません。エマー、おいで。うわ、すごいタイミング。久しぶりに来てくれたね。でもね、猫を描くことだけが私のアートではありません。
猫が大好きで、猫の絵を描くことも大好きなんですけど、何が言いたいかっていうと、人にはいくつかの側面があって、私だったら猫が好きってことだけを表現していると、他の部分とバランスが取れなくなってくるんじゃないかと最近私は思うようになりました。だから私は猫の絵も描きますし、違う絵も描きますし、まあね。うち猫2匹いるんですけどね、この子ももう1匹の猫も全然違う性格と性質をしてるし、みんなね個性を持ってるんですよね。私はうちの2匹の猫の個性も大事にしてるし、自分自身の個性も大事にしてるし、他のみんなの個性も大事にしています。なんかね、話がどんどん逸れていっているので、今日の動画は以上とさせていただきます。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。